オープニングから言いたい放題、ラジオネームお姉さんだって不安さんからメールいただきました。金銀堂の皆さんに聞きたいことがあります。先日高一の弟にデートに誘うなら遊園地映画どっちがいいと相談されました。天気や待ち時間のことを考えて映画かなと答えましたが、見に行った映画がつまらなかったらと不安になってきました。つまらなかったらどうすればいいですかね。映画選び難しいですよね。良きアドバイスをくださいとのことです。この後お答えしたいと思います。そんなこんなで始まります。お悩み相談です。おー、うん、なるほど。まあ遊園地か映画、映画の方が無難なのかな、かな急に雨降って慌てるとかね。うん、ね、雨降ったらどうしようってね、考えることもないし、そっからじゃあ映画にするってなると、うん、それはそれで ね、映画の方がいいかな。正解だと、会話がなくなってもね、会話をその間は基本しなくていいわけだし、でたとえ面白くなくても、ね、それで微妙だねっていう、微妙だったねでも楽しめそうな気はしますけどね。選ぶときにあんまり俺のおすすめとか言わずに、俺のおすすめがつまんなかったら相手が気を使っちゃうから、なんか話題作かタイミング、時間の待ち合わせタイミングがあったやつを見るか、話題になっててつまらなかったらそれはそれをネタにしてね、言うほどじゃなかったよねって言えば大丈夫かな。はい、内容までは気にしなくて、内容、でもそこは考えちゃうんじゃない、考えちゃうか。でもどっちでもきっと大丈夫なはず。映画ってなんか結果が分かりやすい。なんか映画見に行って、その後じゃあ次どっか行くって発展すれば、あ、このデート成功だったかなって思うけど、映画見終わって、じゃあねとか言われたら、映画の問題なのか、自分のなんか服装の問題なのか、映画見る前後に俺なんかやらかしてないかとか、結果が、遊園地はもう一日遊んじゃうから、まあまあそうですね。いやー、でもどうでしょう、映画ってでもそんなすぐ結果は出せないような気がしません？せいぜい待ち合わせて見に行きました、見に、でも見に行ったあと絶対にお茶をするとか、なんかそういう、絶対そういう時間は必要になってくるというか、そこをうまく誘わないと ね、そこがうまく、なのかなーって感じはしますけど、いやー、でも、とりあえず映画っていうのは、どうとでも、いけそうな気がするけどな。話すネタを考えておくか、もう次なんか、いや映画ダメだったらなんかどっか楽しくなるところを考えておくとか、いいですね。とにかく映画を、映画行くならその後どこに行くかだけを決めてれば、内容はなんとかなるような、あとどうするどうするでもたもたが一番ダメなような気がします。そうだね、もう映画内容だ、面白くなかったらもう次に次ゆりにそれについて話さなくても、だからとりあえず映画、その後何をするかを考えといたらってアドバイスぐらいでいいかもしれないですね。なるほどね、はい、なんか結局珍しく、すっきり大人な回答が出た。はい、ということで今回も楽しくお送りしたいと思います。各週金曜更新、銀プロメンバーの楽しいトークはどう？略して
金銀どう。お相手は庭師堀松尾由香田中さとみです。皆さん最後まで楽しんでくださいね。この番組は銀プロダクションの協力でお送りします。松尾由香の何でもコーナー。はい、このコーナーは松尾の好きなもの、ハマってるもの、8歳の娘のことなどなど勝手気ままに話すコーナーです。はい、はいはい、ということでですね、うん、今回はもう戻ってきました、復活しました、やったーです。詰め込みましたね。テンションクンって上がったもんね。上がりましたね。さあ、何のことかと言いますとですね、はい、松尾がすっごくまあまあ好きな、お菓子があった、お菓子というかあったんです、デザートがあったんですけど、はい、ある 3,4 年ぐらい前かな、うん、に気がついたらそのお店に並んでなくって、うん、あ、売り切れなのかなぐらいに思ってたんですけど、うん、その後も行ってもなくって、うん、で聞いたら、あ、今やってないんですって言われて、うん、すごく、あ、残念って思ってたんですよ、うん、それがこの春ですね、春に行ったらお店のあのショーケースの中に、うん、その冷蔵庫のところに並んでて、うん、あれ、このフォルムもしかしてと思ったら、うん、それだったんです。ムッシュ M というところのミルバームというもので、うんうん、まあ、バームクーヘンのような生地に、うん、ミルフィーユのようにクリームを何層にもこう挟んで、バームクーヘンの、まあ、バームクーヘンというよりちょっとスポンジに近いのかな。うん、バームクーヘン、クリーム、バームクーヘンっていう風にミルフィーユのように何層かにも重ねたお菓子なんですね、はいはい、でこれ実はすっごい前の、うん、あの金銀銅で、はい、ネットラジオになる前ですね、はい、ネットでやるラジオになる前の金銀銅の時に確か持ってきたことがあって、うん、一回美味しいんですよって食べてもらったことがあるかなってっていう、うん、もうそのすっごい昔のあれが何もなかったんで、うん、はっきりといつでどうでっていうところまでは思い出せないんですけど、一回紹介したことがあるので、うーん、どうかな、シュホリン覚えてる、なんか覚えてます、その時もうこの、そのミルクの瓶が、はい、フィルムに印刷されてるじゃない、はい、ミルクの瓶にお顔はあったかな、お顔はあったと思いますが、でもラッピングはちょっと変わってると思います。うん、こんなに完全な、完全なというか、うん、うん、ちょっとその、今デザートミルクなだけあって、うん、今のラッピングはちょっとあの、なんだろう、牛さんみたいな感じの模様に、うん、ね、牛乳、ちっちゃな可愛い牛乳瓶があって、うん、そこに可愛い絵がついてるんですけど、うん、なんか、うーん、初めてかなと思いながら、はい、このラッピング覗いたら、うん、なんか見覚えがあるような、はい、ないような、うん、というのも多分感じ、はい、もしかしたらここのお菓子時々私持ってきてるんですよね、いろいろ好きで、はい、でこれもあ食べたら美味しかったって言ってここにも持ってきてるので、他のと勘違いした、もしかしたらそれでどっかマークを見たのかもしれないですね、うん、はい、まあ、よかったらフィルムをね、剥いとけばよかったんですけど、いえいえいえ、すみません。どの味がいいでしょうか。今日、このキャラメル味とショコラの味を持ってきました。はい、でも今出てるのはこの2種類で、うん、昔はその季節の限定でイチゴだったりとか、あと抹茶とか、そういうのもあったんですね。けど、今はこのミルクとチョコレート、ショコラ、ごめんなさい、ミルク、キャラメルとショコラですね。この2種類になりました。はい。で、まあまあさっき言ったように何層にも重ねてるんですけど、ね、そう、私おすすめはキャラメル、うん、はい、おすすめはキャラメルですけど、まあ、チョコも美味しいです、
チョコも美味しいですが、キャラメルおすすめで、間のクリームが、まあ、キャラメルだけあって、普通のその甘いやつと、あとちょっと苦味のある、うん、香ばしい感じの味がするんです。うんうん、ああ、ごめんなさい、本当に。あれ、でもこれ、この前、ちょっと前にこれ、その見つけて、買ったんですよね。3月下旬ぐらいかな。買った時には、こんなにぐるぐる、こんなにシールもついてなかったな。ごめんなさい。なんかもう、ペリペリってやったらすぐ開けれたんですよね。はい、ごめんね。すいません。私が不吉で。はい。いや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 。そうなんですよ。ありがとうございます。はい、今ラッピングがすごい。はい。今、なってる。2個、2種類とも開けて、はい、半分ずつにしようという作戦をさせております。はい。食べてみてください。ちょっと層になってるんで、クリームが溶けるとちょっと切りにくいかもしれないんですけど。はい。ショコラの方がなんかすごい開けた瞬間にやっぱりちょっとほろ苦い匂いがしてきた、うん、はい、で意外としっとりしっとり、そうなんです、うん、もう食べてください。いただきます。召し上がれ。さあいかがでしょうか。そう、結構ね、あのサイズから、サイズはまあ 2.5 センチぐらいかな。 2.5 センチ横、5センチぐらいの、あれかな、長方形で、高さも2センチぐらいあるのかな。で、そんなに大きいものではないんですけど、結構ギュギュッと詰まってますよね。超食いしん坊さんみたいなね。両方でね。うん。はい。でもなんか言われたことあります。私も、この両手に持って交互に食べるのは、なんかすごい食いしん坊さんの食べ方だって言って。そう、なんか味をちょっとずつ比べようかなと思って、うんうん、はい、ぜひ比べてみてください。どちらがお好みですかね。私はショコラ。ショコラ。私もショコラが。本当、はい、うん、そっかそっか。はい、そうなんですよね。もうすごくもう大好きで、本当に一時はね、これよく買ってたんですけど、その今は1個210円なんですけど、その時140円とか150円とかだったんですよね。で、大きさもあんまり変わってないんで、うん、だから本当、あった頃はもう何年も、だから4年とか3年、4年とか前なので、もっとじゃない？あ、紹介した時にはもっとなんですよ。うん、多分、もしかしたら10年近く前、そこまで前ではないか。でも、でも一回消える前までは、そうあって時々そのコンスタンスに買ってたんで、うん、うんうんうん、でもまあ 3,4 年ぐらい見てなかったのかな。140円、うん、140円だから150円で、今が210円、ちょっと値段は上がったかな。はい、けどまあまあ1個丸々食べるともうしっかりしてるんで、まあでもお菓子屋さん今の相場はこれぐらいの値段なのかな。どこを覗いてもね、こういうのって大体これぐらいするのかなっていう感じなんですけど、でそのさっき言ったその頃昔には季節のいちごとか抹茶とか、なんか違う味もいろいろ出てて、ほんとカラフルだったんですよ。色も緑とかピンクとか、でバナナとかもあったのかな、ちょっと黄色っぽかったりだとか、いくつかあったので、なんか見た目にも楽しめたんですよね。でももうこのもうオリジナルのそのミルクのキャラメルと、もうそのずっとあったショコラがもう見た時にも本当嬉しくって、あーついに来た、いつまでこれ出てるんですかって聞いたら、終わりまあ、まだ決まってないんですけど、しばらくはまだやる予定ですとは言ってたんで、もしかしたらでも一、なんか季節的な感じで、ここまでは出して、夏ぐらいまで出して、夏からは違うのを出してってなるのかもしれないんですけど、はい。でもまだあるので、全然。そう思うと、うん。なんか通るたんびに買っとかなきゃっていう気になっちゃうよね。うん、はい、なんか通るときにチラッと見て、うん、あ、あるあるって、ついつい、うん、そのお店の前を通ると見ちゃいますね。うん、まあ、ちょっと場所はその、これが地元の方なんですけども、はい、あとは、三鷹かな、あと、所沢だとか、ちょっと西側なんですけど、うん、はい、やってるんで、ただこの場合のインターネット、というか、通販もやってるんですけど、このバームクーヘン、ミルバームに関しては、その通販では取り扱ってないみたいなので、うん、まあ、ちょっと機会があったら、
立ち寄っていただいて、であとあのイベントということで催事でですね、あの時々その百貨店とかそういうところにも行ってるみたいなんですね、うん、今はちょっと出てなかったんですけど、うんうん、このムッシュ M って調べるとパパンと出てきて、あとイベントっていう欄があって、イベントのところに催事であのいろいろあ、どこに、うん、どこどこに行ってますっていうのが出たりするんで、うん、興味がある方はそうやって覗いてもらえれば、はい、いつか食べることができるかも。もちろんね、あの、その、所沢とか、そういう、とか、うん、武蔵野とか、そういうところにお立ち寄りいただく機会があったら、ぜひ、はい、口にしてもらいたいなと思うんですけど、うん、はい。まあまあまあ、もうやっと私がもう、ああ、いつか出てくるのかなと思ってたのが、もう来たって感じだったんで、はい、もうテンションのまま持ってきちゃいました。はい、ということでですね、はい、今このスイーツのやつをスイーツを紹介したんで、うん、この後ですね、またちょっとスイーツに関することをお話したいなということで、後半戦に行きたいと思います。まだまだ続くよ、なんでもコーナー後半戦。はい、はい、ということでですね、後半戦、もう本当に最近こういうスイーツとかなんか食べたいものを持ってきたときに、はい、ここ最近よくやる占いとかですね、はい、心理占いとかそういう占いとかで、まあ、バームクーヘンとかそのミルバーム、こういうのをいろいろ調べていたら、うん、今というかクックパッドってすごい流行ってるというか、はい、みんな見てるじゃないですか、うん、そしたらだいたいバームクーヘンとかって入れると、うん、まず初めに出てくるのがだいたいクックパッドのその作り方とかなんですよね。バームクーヘンの作り方とかそういう風な、なんかフライパン、卵焼き用のフライパンでも作れるとかっていう風にバームクーヘンが作れちゃうよっていうようなのがよく出てくるんですけど、うん、サトミン作ったことある？あ、バームクーヘンまだ作ったことないですね。チャレンジするかね。じゃあ今度チャレンジしよう。やった。私も、うん、全然そんなチャレンジしたことない、チャレンジしたことないし、うん、ま、あのお店とかでね、バームクーヘンとかを焼いてるようなぐるぐる回しながらね、はい、タレっていうのあれをかけてこうどん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 焼いていくのは見たことあるけど、まあ、そういうのを見てたら、2月かな、今年の2月頃に、うん、あのクックパッドの、あのそのニュース欄に誕生日スイーツ占いっていうのがあって、うん、その誕生日ごとに何月何日は何々のスイーツ、うん、で、前回私のコーナーでやった時のマカロンあったじゃないですか、うん、はい、マカロンは2月14日のお菓子とか生まれのお菓子とかっていう風にそのやつ紹介されてて、うん、毎日、その誕生日のお菓子を紹介していきますよっていう風になってたんですけど、うんうん、3月いっぱいで、2月3月で調べた、ん、止まってて、その4月からのが探せなかったんですね、うんうん、あれあれあれ、3月で終わってる、で4月からどうなったんだろうと思いながらも、はい、ちょっとうまく探せなくって、うんうん、ですごく気になるじゃないですか、はい、自分でその始まったばっかりなんで、毎日その1個ずつ紹介していきます、うん、で紹介した中にその例えばマカロンならマカロンで、で、マカロンの作り方っていうのも同時にその紹介してくれるみたいな、そういうのと、そう、ちゃうんだ。連携してるような、あの、コーナーだったんですけど、もう見つけられなかったんで、もう、なんかそういうのないかなと思った、はい。誕生日のスイーツ的な、誕生日の花のように、ないかなって思って探ってたら、はい、ずいぶん2011年に、映画で洋菓子店コアンドルっていう映画が、青優ちゃんと江口洋介さんが出てた映画があったみたいなんですけど、はい、私も見てないんでなんともあれなんですけど、うん、それの公開記念ということでスイーツ占いっていうのを期間限定で出してたんですね、はい、うん、でそこにはまあ選ぶとなんかその今日の占いって出てたんですけど、今はなんかざっとその誕生日、その誕生した年月日で分かる、占いっていうことでスイーツだから、それを調べれば、はい、ちょっと計算しなくちゃいけないんですけれど、はい、計算して出た数のところを見ると自分のスイーツが分かる、だから具体的なね、はい、日にちというかその366個はなく、うん、はい、種類とかも8種類とかそんな感じなんですけれど、うん、パターンに分かれて、いろいろスイーツの自分のスイーツが分かるっていうのを見つけたんで、はい、試してみました。はい。はい。それはですね、ま、表が、二つの表があって、まず一つの表には、生まれた年と、うん、何月っていうのが書いてある。で、うん、その年と何月のところの数字、縦横で、グラフで、はい、ぶつかったところの数字を、
に自分の生まれた日にちを足すんですね、はい、でそれが60以下ならその横にもう一つ表があるんですけど、そこに書かれている数字のところがその当てはまるスイーツ、その出した答えが、うん、で60以上になった人はそこの数字から60を引くとそこの数字が出てきて、例えば63って出たら引く60にすると3番、うん、3番って書いてあるところを見ると自分のスイーツが分かるっていう風になっていて、で下にダダンとそのスイーツが書いてあって、このスイーツはこうこうこういう感じの人ですよっていうのが載ってるページなんですね。はい、はい、ということでですね、計算してみました、やってみました、はい、はい、で、はい、松尾もやりました、そしてサトミンとシホリンにもちょっと話して前もって計算をして出してもらいました。はい。はい。するとですね、サトミンはドーナツ、はいはい、シホリンはショートケーキとなりました。はい。ちなみに松尾はフルーツタルトでした。はい。ということで気になる二人の内容なんですが、はい。はい。じゃあまずサトミンからいきますね。はい。サトミンのドーナツ。はい。はい。華麗な華やかさと現実的視点、ロマンチックな恋を夢見る。個性豊かなドーナツの形がユニークで愛嬌たっぷりなあなたにぴったり。お好みのトッピングであらゆる種類に衣装替えできるドーナツのように想像力にあふれてクリエイティブです。それでいて現実的に物事を考える一面もあるので、夢に向かっていくときも無茶をせずしっかりとした足取りで歩んでいきます。恋愛面では大変なロマンティストということです。ロマンティストなの？かもしれないです。どう、自分でも聞いてみて、どうなんとなく。なんとなくそうですね。うん、うーんって。この仕事をしていくにはぴったりな。ぴったりな内容ですね。すねはい。ということで、次、シホリンのショートケーキ。はい。はい。なんで笑ってる？いや、全然、あれですよ。全然、いや、違いますよ。はい。全然違いますよ。何？はい、ショートケーキ。はい。主役オーラ漂う魅力の持ち主、波乱万丈な映画のような恋愛。ケーキの代名詞といえるショートケーキは存在感のある迫力、オーラを放っています。堂々として自己主張が強いように見られがちですが、本当は生クリームのようにちょっとした温度変化で溶けてしまうような繊細さも合わせ持っています。そんな弱さを普段は見せず、変化に富んだ人生を歩むあなた、恋の試練にも果敢に立ち向かっていくことでしょう。ということです。弱いんです、はい、守ってもらわないとそこ生きていけないんです。そうか、表面上は強そうに見えてもたくましく主役オーラでも中身は、うん、なるほど、うん、弱いんです。弱いんですか、本当か。波乱万丈な映画のような恋愛ということですね、うんうん、はい。さあ、試練にも果敢に立ち向かっていく、うんうん、というような、でも、はい、弱いんです。そこ一押しはそこ、はい、みんな優しくしてね。はい、ということでですね、ちなみに松尾なんですけど、うん、松尾のフルーツタルト、見た目も華やかで愛らしい性格、多様なタイプの人に好かれる。なんかもうこれ、こういうのって自分で読むの嫌ですよね。なんかね、すごい読みながら、別に自分でないけどなんか恥ずかしいみたいな。いきます。色とりどりのフルーツを身にまとい、見る人の心を和ませるフルーツタルト。見た目はもちろん奥に隠れたカスタードの濃厚で甘い隠し味も魅力的。フルーツとカスタードのバランスをタルトが占めてくれるように、天真爛漫に見えて実は無意識に計算ができるしっかり者。そんなあなたに感化されて新しい自分を発見する人も多いはず。ということですね。なるほど。だそうです。しっかり者の二人に、うん、守られたい。だって、じゃあ守らなきゃちゃ、守らなくちょっと来ましたか。よし。いつも守ってもらってるような気がするけど、うん、でもじゃあ心は誘えていかなきゃ、うんうん、そうですね、先頭切っていくから傷ついたら助けて。あ、じゃあよしよしと。どんな関係だって感じですけど、なんかこの占い、うん、褒め上手だ ね, ね、はい、どれも褒めてる。そうですね、なんか感性、うん、エクレアだと感性豊かなアーティストタイプ、うん、束縛されない自由な行為を堪能とか、コーヒーゼリーは落ち着いた優しさと鋭敏さを持つ愛情深く恋人も安心できる恋愛とか、うんうん、そうです、全体的にやっぱりスイーツなだけあってちょっと
甘い感じですかね。いいね、はい。なので、なんかちょっと、うん、落ち込んだ時とか、なんかあった時には、ちょっと見てみると、うん、はい、和まされるというか、元気になれると思います。はい、スイーツ占いで、コアンドルって入れて、スイーツ占いって出ると、入れると、すぐに出てくるかと思いますので、よかったら覗いてみてください。はい。いや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 、まあ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 。いいですね。でも占いってなんかね、うん、テンション上がっちゃいますよね。何なんでしょうね。特に、うん、今日のは褒められた感じが強いから、うんうん、はい、今日のはね、うん、いつもはそうですよね。いつもね、マイナス的なを占われてボロが出るけど、うんうん、今日のは、うん、楽しい、弱いんだよっていう、うん、そこばっかり押されてもね、さとみ、あ、さとみは笑ってごまかしちゃった。はい、守っていきます。はい、でね、はい、ということで以上何でもコーナーでした。あっという間のエンディング。いつもより、うん、なんかみんなの顔が穏やかな感じがします。終わった後の、なんだろう、うん、わーっていう、わー楽しいっていうんじゃなく、うん、なんだろう、うん、ちょっと満たされた感じの顔をしてる気がします。だって褒められたからね。そうですね。うん。やっぱり人間って褒められて成長するんですかね。はい。ではでは、告知お願いします。はい。金銀銅では皆さんからのメールを大募集しています。コーナーの感想、ご意見などどんどん送ってください。もちろん番組ブログへの書き込みもお待ちしています。番組内で採用された方には金銀銅オリジナルシールをプレゼントしちゃいます。メール、ブログのアドレスは番組ページの下の方にリンクが貼ってありますので、よろしくお願いします。はい、ということで最後のコーナー行きたいと思います。はい、はい、シホリンのいけるかな。はい、はい、このコーナーは、ネット雑誌などで調べて、調べただけで満足して実際には行くことが少ない私しほりんが紹介したところに実際に行けるかなというコーナーです。はい、さあ、前回紹介したのが、一人焼肉、うん、新宿にあるお店2つ紹介しました。さあ、はい、行けたのか、うん、いけなかったのか、うん、結果は、はい、こちらを見てください。じゃーん、レシートいきましたすごーい、まさかまさかって言っちゃったすごい。今回は、うんうん、ま、場所は新宿で、自分の持ってる定期内で行ける、うん、で、場所的にはクリアしやすかったんだけれども、うんうん、ねっ、ハードル的には一人で焼肉、うん、しかも立ち食いの一人焼肉のお店、うん、はい、二郎丸さん行ってきました。西武新宿の駅出てもうすぐ前、うん、すぐ前にマクドナルドがあって、はい、そのマクドナルドのもう並び、大久保の方に戻るような感じで、ほうほうほう、もうすぐ、へえ、すごい。あのね、うん、昼頃に行った時は、うん、もう満席で、すごい一人焼肉、うん、はい、ちょっと、うん、あ、まあ、時間空けようかな、うん、でもね、やっぱりね、一人で焼肉はね、扉を開ける勇気、うんうんうん、でも開けてよかった。おね、どうよかった、何がやっぱり、やっぱり、よかったのはお肉の種類が豊富なのと、はい、一切れずつ注文できるんで、うんうん、いろんな食べたことないものとか、うんうんうん、珍しいものを堪能できる、うん、飲める、へえ、だってね、うん、一切れなんてないですよ、うんうん、そう、でもね、やっぱりね、うん、まあ、慣れてないからっていうのもあるけど、うん、お店にいたのは多分30分もいなかったと、あ、うん、まあ立ってね食べるからですもんね、うんうん、まあ、普通かな、うん、そしてなんと今回その一人焼肉プラス、うん、昼間から
行った時間が3時過ぎだったんですけど、うん、ビールを頼んでしまいました。おー、やっぱりすごい、うん、すっごい大人の階段登った感じ、うんうんうん、ほんとそうですね、うん、何個もハードルを超えちゃったぐらいな、うん、で多分次行くときはもうちょっとネットとかで肉の、はい、お肉のことを勉強してから行くといいかなって、うん、今回やっぱり知らないものとかがやっぱりあのお寿司屋さんみたいにお肉の名前がずらっと木の板に書いて書けたったんだけど、知らないものとかもあってやっぱり今回はちょっと無難なものとか聞いたことがあるようなものばっかり頼んだので、でお店の人が最初に初めてですかって聞いていろいろ説明をしてくれて、はい、でお肉自体に味がついてるんで、まあ、タレをつけてもいいけど、まあ、そのままでも美味しいですよって言って、うん、美味しかったのが座布団、あ、トントロ、ほうほう、のど笛、のど笛、うん、へえ、のど笛、豚の生態、へえ、上軟骨、へえ、この のど笛は、はい、やっぱ見て気になって、はい、ちょっとチャレンジしてみて、美味しかった。へえ、私焼肉でこんなに鶏肉にはまるん、あとには豚肉の方にはまるんだって。トントロと、はい、そうですね。焼肉といえばタレなんだけど、タレをつけないで食べるものにちょっとはまったので。新たな、はい、食を開拓しようかなと。いいですね。多分また行くかな。おお、すごい、リピート発言出ちゃった。え、リピートしたらまた教えてくださいよ。はい、はい、またレシート持ってきます。証拠の。ということで今回、あ、時間がなくなってきた。次回行けるかな、はい、で紹介するのは、まあ、6月にも入るということで、アジサイを、うん、見に行こう。6月に入るとか、もう6月に入ってるので、この間に次回の時までに行けるかな。お、はい、一応ね、隅田公園、浅草、うん、あと、京王百草園駅に、まあ、公園があってアジサイが見どころなんだけど、まあ無難に行けそうなのが京王線の東松原駅から大田の間に、あ、新大田の間にアジサイがあって、で調べたところ、日にちはまだしっかり出てなかったんだけど、6月の10日前後から20日ちょっと過ぎぐらいの間は夜ライトアップするそうなので、これはもう、はい、今回はハードルちょっと低いかな、うん、はい、なんか私よく乗ってた頃見てたような気がします、うんうんうん、ちょっと鎌倉までは行けそうにないけど、はい、都内なら、うん、いいですね、行けるかな、だいぶ行くことに慣れてきたような気がするので、おー、やった、今年はすごいかもね、さとみ、勝率、勝率楽しみにしていただきたいと思います。はい、はい、ということで次回も金銀銅、この番組は銀プロダクションの協力でお送りしました。